アルター・フォン・ザイトリッツ・クルツバッハは、ドイツの軍人、ハンブルク出身。先祖は、フリードリヒ大王の時代に、ロスバッハの戦いで、竜気兵を率いて活躍したフリードリヒ・ビルヘルム・フォン・ザイトリッツ将軍という名門の出である。1908年から軍務につき、第一次世界大戦に将校として従軍。戦後もバイマル共和国のバイマル共和国軍。 ついで NSTP の権力掌握とドイツ、再軍備宣言を経て再建されたドイツ国防軍に勤務する。独祖戦に第12不評師団長として従軍し、デミアンスク包囲戦で包囲網を突破することに成功した。砲兵大将に昇格した後、第51軍団司令官として、フリードリヒ・パウルス上級大将の第6軍のもとで、スターリングラード攻防戦に参加した。 第六軍が包囲された後は、積極的に降伏を主張し、パウルスと共に捕虜になった。1943年1月にソ連軍に降伏した後は、積極的に反ナチ運動を主導し、ドイツ商工同盟や自由ドイツ国民委員会のメンバーとなる。このため、彼の全財産と名誉は、ナチスドイツ政府によって反逆者として剥奪され、 欠席裁判で死刑が宣告された。ザイトリッツは、ソ連軍捕虜を率いて、かつての味方と戦ったアンドレー・ウラソフ中将のように、ドイツ軍捕虜からなる、機遊部隊を率いて、ソ連軍に加わり、ベルリンに降下して、国防軍内部の反ヒトラー派の同志と共に、ヒトラーを打倒することを唱えたが、スターリングラードで共に降伏した将軍たちは、 もちろん、ソ連当局も実行には移さなかった。ただしこのアイデアは、在ドリッツ部隊という対独プロパガンダとして使用されている。1949年に、ソ連で再び粛清が進む中、捕虜となっていた多数の元ドイツ軍将校も、戦犯として弾圧されたが、在ドリッツも主張を無視されて反抗的になっていたため、逮捕され、禁錮25年の判決が悪だった。 1955年に西ドイツのコンラート・アデナウアーア首相がモスクワを訪問しようやく帰国できた。しかし死刑判決は免除されたもののドイツ連邦軍は在都立の階級を認めず年金支給を拒否したため孤独な老後となった。1976年にブレーメンで没する。ありがとうございます。